地元で採れた色鮮やかな旬の野菜に、美味しそうなパンやおにぎり。土曜日の朝、大分市中心市街地で開かれているのは、作る人と食べる人が出会う場所として始まった大分オーガニックマーケットです。そしてこれに今魅了されているのは移住してきた人たち。楽しくて、あとでコミュニケーションも本当に皆さん優しい。ちょこちょこ、はい、伺ってます。ほとんど移住者の方ですね。30年前とか2代目とかあるんですけど、大分出身の方は実は少ないと思っています。で、移住希望の方も移住を決める前にこちらを見に来てくれたりしています。多いと思います。新型コロナウイルス感染症をきっかけにテレワークが普及し、移住ブームとも呼ばれる昨今、田舎暮らしの本2月号の2021年版住みたい田舎ベストランキングで上位に選ばれるなど、大分市は今全国から注目を集めています。大分市への移住、その先に広がる未来とは。江戸時代末期から戦前までの歴史ある建物が今も残り、人が暮らす辺津木本町。大分市の南に位置する情緒あふれる町では、この日辺津木本町まちづくり推進協議会によるスケッチ大会が開かれました。鉛筆を握りキャンバスと向き合う子どもたちにカメラを向けるのは中村博人さん。この春大分市へ移住し、大南支所の地域おこし協力隊として活躍しています。この日の活動内容はスケッチ大会の取材。子どもたちの様子を撮影し SNS で紹介するそうです。あまり近すぎてもこのサイズどこまで描くか、あれこれとこう見てどの角度がいいか、こっちから見た方がいいし、この柱とか一級建築士の資格を持ち、絵心がある中村さん。子どもたちにスケッチのコツを教えるのも慣れたものです。中村さんが大分市に移住してきて特に可能性を感じているのが辺津木本町の町並み。中でも一番のお気に入りスポットへ案内してもらいます。この場所です。はい、ちょっと今でいう銀行っていう感じはあんまりないと思うんですけど、まあ、ここに看板がある昔の、ね、こういう出張所だったんですね。で、今の大分銀行の前身となったっていうのが書いてます。見た目はすごく、ね、古いんですけど、まだそんなにこう基礎から傾いてるとか歪んでるということもないので、しっかり手入れして直すとこ直せばすごく活かせるかなと思いますね。面白いのはやっぱりそのアーティストとかそういう人らが集まるような場所とか、アンテナショップ的にとかチャレンジショップとか、そういうのに日替わりでいろんな人がこうお店をできるとか、そういうのができるといいのかなと思いますね。辺津木本町まちづくり推進協議会が活動を始めて25年、四半世紀という節目の年にやってきた中村さんは、地域にとってどんな存在なのでしょうか。僕はもう事件だと思いますけどねすごい心強いですね四半世紀もやってますと、やっぱりこうマンネリ化するというか、これから先どうするのかというのを考えるときに彼が来ていただいて、まあ、いい機会だと本当に思っておりまして、みんな皆さんと打ち止めて解けてもらってこれからもっともっと頑張ってほしいというふうに思っております。中村さんに寄せられる期待は、移住者だからこそ見える地域の魅力の発掘。暮らし始めて見えたものは、こういう古いものを これだけ残してるってあんまりやっぱりないと思うんですよね。で、それと逆にまだ手がつけれてないっていうところもあるので、他から入ってくる人もまだなんかできるというか可能性があるというか、出来上がってしまってるとそれ以上もなんか入っていけないなっていう感じがあるんですけど、ここだったらまだ残っているところがあるので、入ってきてもできるよ、一緒にしようねっていうような形で
できるのかなと思います。それはまあ魅力というか強みかなと思いますね。まだまだやりたいことはいっぱいありますし、本当町の人たちすごく明るくていい方ばっかりなんで、まだまだいっぱいやっていけるかなと思ってます。さて、場所は変わって大分市中心市街地からほど近い見晴らしの良い高台。ここに暮らすのは石田さん夫婦です。夫である秀則さんの仕事はなんと特撮ドラマの監督。大分と東京の2拠点で暮らしているそうです。移住したいって決めたのは私ですね。大分に何回か来てるうちに決めたので。僕は抵抗反抗できない人間なのでこうでこうしたい、こうですって言われたらもう、はい、あ、そうなの、ね、だから半年ぐらいでパパッともう移動というか片付けて。昔は移住と大変な作業だったはずなのに、そうです、比較的想像以上に、まあ、簡単というか、そう、助けてもらったと、ね、私たちが東京にいる間も市役所さんの方で細々した手続きを調べていただいたので本当に早かったですね。監督業を引退する覚悟で移住したものの、変わらず仕事のオファーがあったことから秀則さんは2拠点生活を送ることに。妻の京子さんは完全に大分市へ生活の拠点を移しました。移住後、日々の暮らしの中でそれぞれが感じたこととは。家族の協力理解がないとできないですね。この1年ほとんど僕家にいないわけだから、彼女の理解がなきゃ、こういう二拠点はできないんじゃないかなとは思ってるんですけどね。まあ、彼女はどう思ってるかいなくてせいせいしてるのかそれは知りませんけども。東京に行った時はいつも一緒だったんですけど、大分に来て離れて暮らすようになって、何でも主人に頼っていたなっていうのがよく分かりました。なんか例えばちょっと車出してほしいとか、ちょっと棚をつけて DIY やってほしいとか、なんかそういうことがやっぱり全部自分でやるしかないので、なんかペーパードライバーも卒業したしあといろんな、そうですね、何でも自分でやるっていう楽しみとたくましさを私は得ました。だからアクティブですよ。そうです、楽アクティブで、今日はこういう温泉に来ましたって主人に LINE を送って、じゃあ次帰ってきたらどこに泊まりたいかとか、なんかそういう計画を立てる楽しみが楽しみですね、うん、そうなんですよ。だから二拠点ですけど、いろんな日々のことは共有できるので、携帯とかで、ね、まあね、SNS もあるし、いろんな手段があるから、はい、そういう意味じゃ二拠点でも三拠点でもやれるんじゃないかなっていう。IT 技術が発達した今だからこそできる新しい移住の形。ところで、移住を決めるまで大分県には来たことがなかった秀則さん、第一印象は？気に入りましたよ、ね、さほど田舎じゃないし、かといってちょっと離れれば田舎の雰囲気あるし、何より温泉ですよね。温泉が無数にあるのが気に入りましたね。こんなにいっぱい至る所に温泉があるとは思わなかったので、すごい温泉、なんていうんだろう、宝物のような天国ですよ、温泉好きからしたらもう天国、うん、本当に大分県って個性的なんだなって思いました。温泉も個性的だし、住んでる人もみんな個性があって、濃いよね、濃いですよ外から来た人だからちょっとこう定年後でとか、そういうのは一切なくて、もう昔からの友達みたいな話し方するから、あったかい親切心っていうのは感じますね。でご飯が美味しいし、大分ライフを満喫しようと思いました。新型コロナウイルス感染症により、今後ますます需要が高まると予想されるのがテレワーク移住。
大分市役所で行われたオンライン移住相談会にも新たな移住希望者が訪れました。私自身も、会社を経営してるんですけれども、まずオフィスがそもそも東京である必要ないよねっていうような議論があり、働く環境も正直その場所を選ばずどこでもできるなっていう仕事を私自身もしてますので、ぜひこれを機会に、お仕事でも大分県さんと接点がありますので、もう移住したいなと思って、今日相談させていただきました。なるほど。仕事で大分県によく来られてたっていうことなんですけど、なんか大分市がいいなって思った理由ってあるんですか？そうですね、一言で言うと大分市はリトル東京だなと思ってまして、東京から、大分市内にも非常に入りやすいですし、めちゃくちゃ田舎かっていうとそうではないですし、非常に住みやすいっていうところが一つと、あとは逆に何て言ったらいいんでしょう、より自然を感じられるようなスポットも車で、1時間ぐらい行けばいろんな大分の魅力的なスポットもそうですし、福岡にも近かったりするので、非常にいい立地と、あと何て言ったらいいんでしょう、程よい都会感というか、そこが両立できるのは非常にいいのかなと思って検討してます。ね、今年の4月からテレワークで仕事を継続しながら大分市に移住する際に出る補助金っていう、そういう仕組みがちょっとできてて、めっちゃ興味ありますね。興味ありますください。本当今年度からなんでですね、良かったですね。基本的に大分市の移住の補助金っていうのは一戸建てを買ったりとか借りたりしないといけなかったんですけど、この上乗せ部分でテレワークの条件が加えられて、これに該当するとですね、今まで対象外だった賃貸のものについても補助金が対象になるようになったんですよ。なので、もしその中川さん のシミュレーションをすると、例えば大分の駅の周辺のマンションを借りるという時に、この賃貸最大55万円というのが対象になり、でかつ上乗せ部分の、世帯で来た場合は、上限50万円なので、マックス55+50で105万円の移住の支援金が出るという形に今年からなったんですよ、4月から。すごいっすね。そうなんです。なので、これはちょっと揺らぎますね。手厚い支援に前向きな様子の中川さん、また一組大分市へ移住者がやってくる日も遠くはなさそうです。海、山、川といった自然と便利な暮らしが叶う適度な都会性を兼ね備えたちょうどいい町、大分市。移住した先でそれぞれが見つけたのは、豊かな食文化や上質な温泉、新たな自分、そして出会った人たちと結ぶ確かな絆でした。時代の変化に応じて生まれる様々な移住の形、ここから始まる新たな未来があります。大分市からのお知らせです。大分市では県外から本人の意思による移住をした場合、住居の取得費用などの一部を支援する大分市移住者居住支援事業を行っています。また大分県内への UIJ ターンを希望する人は、大分での就職を支援する大分産業人材センターにぜひお問い合わせください。その他、大分市の暮らしについての情報や大分の食や観光情報に加え、移住相談会の開催情報などを紹介するホームページも運営しています。お気軽にお問い合わせください。